で触っていきますね、はい、ちょっと上げすぎ、これぐらい、そうそうそう、それぐらい、こう、うわ頭痛がひどくて、ひどいだろうね、はい、これよく我慢したと思うよ、追い込んでる、それが正しいとは限らないけど、嫌なとこばっかり触るでしょ。でもすごく熱くて可愛いのわかるから。うわここ割る。まっすぐ向いて。まっすぐ向いて。まっすぐ、あ、まっすぐで、ね。うわここ。この辺しんどかったでしょ。ここがずれてる、ここ。ずれてる。ずれてる。骨がしんどいね、ここね。ここしんどい。ごめん、一回じゃ取れない。はい。また来ます。あなたの体汚すぎます。もう俺の言ってでも一回じゃ取れないよ、女の。ボロボロ。車ガーンってぶつけて、なんとかして一回じゃ直せないよ、女の。そんな状態です。はい。健康そうなふりして。ボロボロ。沖縄遊びに行くよとか言うと、先生が LINE で予約しますみたいなね。今回は九州です。はい、明日から。明日から。これ本当なの？リト？本当です。あ、それだけ分かればいい。はい。それ以上聞きません。地名が分からないだけね。何も喋らもういらな喋らなくていいです。はい。動画編集が大変だ。はい。あと5分ね。
というか、これだ、発見です。発見されちゃった、どうしよう。だいぶ取れてきたね。手がどこにいる？手が動く。そう。悪かったでしょ。はい、分かってんだよ、こっちは運動はしないけど。止まらなくなってきました。体がすごい楽だって言ってるんですよ。交感神経と副交感神経っていうのがあって、それが切り替わるときってね、鼻水が出たりとかするのよ。それが今強制的に切り替えられてる状態です。プロだからです。石垣、沖縄初じゃない、石垣島いたわ。本島は初かな。生体60分なんですね。で、背中触るとほら、すごい柔らかいでしょ。ちょっと待ってね。時間通りに終わりすぎるみたいなね。すごい。ほら、すごい楽になったでしょ、背中。ね、これが門前生体60分。ちょっと残ってるけど、はい、1回じゃ無理。はい、終わり。どんな状態か、ちょっと動いて見てみましょう。まだ撮られてるからね。足痛いでしょ。足痛い。
すごく動かしてみて。呼吸がしやすいで、ほら、言ったでしょ。本当に呼吸が。で、ちょっとね、いっぺん座ってください。こっち側、ホワイトボード見て、はい、ちょっと待ってね。めっちゃスッキリしたでしょ。スッキリしました。んで、今の状態ってどういう、モンズ生態って今どんな感じですかって言ったら、今は髪の色をきれいに染めた状態なんです。ですからずっと続くわけないですよね。一回やったら髪の毛染まって1ヶ月ぐらいしたらプリンになってくるじゃん。もう一回染めないときれいな色にならないんです。なので一回やったからモンズ生態が楽になりますから、そうではありません。健康は高いんです、ね、なので持って1ヶ月か2ヶ月が来れるタイミングはその辺は人によって様々ですから、そのお金、どこまでその自分の体にお金をかけれるかで、それに対して健康というふうな状態にもなります、はい、なので1回やったらずっとスッキリではないからね。あとはその体にどこまでお金を投資できるかのあなたの考え方はい、わかりました。以上です。ありがとうございます。どうですか今体。ああ、なんか分かんない。痛かった痛かった痛かったけど痛かったけど、でもすごい呼吸が入ってる。とってもしやすい。とってもしやすい。はい、痛かった。痛かったね。思ったより。ありがとうございます。はい、以上でございます。ありがとうございます。